まだ早いし、どこかへ行く？電白紙をやめよう。
まだ早いし、どこかへ行く？どれもこれもみっともない字だ。Thank you.
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 実はフォフに報告を入れるはずだったメーサたちから今日はフォフの姿が見えないって連絡があったの。正直に言って私はフォフがどこに行ったのか見当もつかない。でもみんなで集まれば手がかりを整理することくらいはできると思って。あなたたちは彼女のそばにいたよね。昨日フォフに何か変わった様子はなかった？半眼になってからフォフはずっとやめたいと思ってたみたいなの。もしかしたら彼女は自分が半眼の職にふさわしくないと思っていたのかも。私が見てた限りだと尻尾が失踪してからその思いはさらに強くなったみたいだった。そうだ、今日フォフが尻尾の手がかりを見つけたって可能性はないかな。そうだとしたら彼女の性格的に絶対尻尾を探しに行くと思うの。でもフォフはあなたたちにも私にも会いに来てない。これは普通じゃないと思う。仮にフォフが何らかの手がかりを得たとしても彼女の性格からして私たちに協力を求めるだろうし、でも彼女が私たちの誰にも何も告げていないとしたら考えられる可能性は一つしかない。もしかしたら誰かが尻尾の情報で彼女を騙して一人で来るようにとか言ったのかも。誘拐犯が使いそうな手だね。フエンは唯一尻尾の行方を知ってる。尻尾のせいであと少しのところで失敗したフエンだけが。たとえフエンが知らなかったとしてもここで一番悪巧みをしようとしてるのはあいつだしね。行こう、フエンを尋問して何か情報を引き出さないと。勢いで飛んできた。ブーンブーン。何か聞きたいことがあるなら好きに聞いて。フォフォがいなくなったの、あんた絶対なんか知ってるでしょ。自分たちの協力がうまくいかなくて仲間が離れたことにすら気づかなかったのに、なんで私の手を煩わせに来るかな。中央市は完全にサイオンを滅することはできないけど対処する手段ならある。その手段とやらが何かは知ってるけどね。私みたいに人質の命を盾にする悪者にはお前たちの脅しは耐えられない。仕方ないから教えてあげる。この件には確かに私が関わってる。やっぱりお前たちが知らない間にあのおチビさんは尻尾がどこに行ったか知ってるかって聞きに来たの。少しだけ手がかりを教えてやったらあっという間に答えにたどり着いたみたい。まあ結局いくら探しても何も見つからなかったみたいで何度も私に頼みに来てたけど、あの恐怖をこらえて質問しようとする顔ときたら死ぬほど笑えたな。最後は面倒になって尻尾は私みたいにバラバラになって何も覚えてない火種になっちゃったって言ったんだ。そしたらびっくりしすぎて顔面蒼白になってた。昨日チビさんを見て慈悲深く教えてあげたの。尻尾は今竜雲渡しに隠れていて星座に乗って泉州から逃げ出そうとしてるってね。
それから獣王子が今西洋を回収していることも教えてあげた。もしお前たちに助けを求めたりすれば、尻尾を見つけたとしても牢獄に入れられるって。おちびさん、それを信じたみたい。あなたは嘘をついてる。尻尾一体どこに行ったのかあなたにわかるはずがない。他人の意見を聞き入れるってことを知らないの？どっちにしろ竜雲渡しでは私の同族がおちびさんを待ってるけどね。お前たち友達を信用してないわけ？おちびさんは無事かもしれないし、その西洋に屈服させられてるかもしれない。今すぐ竜雲渡しに行けばおちびさんを見つけられるかも。こいつ。二人とも早く竜雲渡しに行ってフォフォを探そう。どうやら書類仕事は後回しにして、あなたたちと一緒に行かないといけないみたい。こんなところでブラブラしてていいの？友達のこと大して気にかけてないんだね。私はフォフォを獣王子に連れ帰って何か方法はないか探してみる。それから怪異退治隊の任務は当分中止する。でも今は状況が変わったの。ハンガンの協力がなければみんなを危険にさらすことになる。それは隊を立ち上げた当初の目的から離れてしまう。でもカーナさん、今回の任務は私たちの友達を助けることだよ。みんなの焦る気持ちはわかる。でも今は獣王子に任せて。私たちには西洋を引っ張り出す方法があるから。カーアさん、正直に答えて。本当に獣王子には方法があるの？ならきっと西洋が何をしたか知ってるもんね。ダメ、フエンは水泳にいながら私たちを少しずつ今の状況に追い込んだんだよ。あいつの意図がはっきりしないうちはもう言う通りにしない方がいい。方法がないわけじゃない。別の西洋に手伝ってもらってフォフの意識を奪っている奴を駆逐してもらえばいい。でも人に手を貸したいと思う西洋なんて。待って、カーナさん、どういう意味？実は尻尾は私がここに収容してるの。どういうこと？小娘、大げさに騒ぐんじゃねえ。のことでずっと思い悩んでたせいで悪者につけ込まれちゃったんだよ。この日だるま、一体どういうこと？まさかカーナさんずっと知ってたの？原則として外でうろついている西洋は封印しなければならない。私は規則に従っただけ。それにこれは尻尾に頼まれてやったことだから。話せば長くなるな。あの夜、意識がバラバラになりそうになった瞬間、
まるで時間が止まったみたいになったんだ。俺様は自分が両元から別れ、当てもなくさまよってるところを見た。そして小娘に拾われるところを見た。それから俺はあっという間に獣王子の反乱によって尻尾に封印されちまった。人間でいうところの開口変章ってやつか。西洋がこんな体験をするなんざ聞いたこともねえ。逃げ出したからには体を変えて自由を満喫しようと思ってたんだが、そこで運よく私に出会った。運悪くこの鬼女じゃなくて半眼と出会っちまったんだ。俺様がそばにいた時、あの泣き虫は俺様を毛嫌いして、いつもどんだけ迷惑をかけられてるとか、今の生活がどんだけ嫌とか、そういう小言ばっか言ってやがった。俺様みたいな強い上司を大事にしねえで、いなくなった途端大泣きして後悔しても意味がねえ。俺様はあいつの泣き声を聞きてえんだ。だから思い切ってこの鬼女じゃなくて半眼に瓢箪の中に入れてもらったってわけだ。あなたの願いは叶った。今また自由になれる機会をあげる。もちろんあなたが好き勝手するのを放っておくわけじゃない。全てを元通りにするの。いい？信じていいの？俺様とお前は長い付き合いの同僚だろう。安心して俺様に任せやがれ。つまり俺様があの泣き虫に取り付いて別の目障りな奴を食っちまえばいいんだな。やっていいことと悪いことの区別がつかないバカに教えてやる。自分のせいで災いを招いたってことをな。俺様自ら妖魔退治をしてやろうじゃねえか。ここはどこ？尻尾、尻尾、いるの？私取り憑かれてる。尻尾なの？きっと尻尾じゃない。尻尾はすごく傲慢で、自分が取り憑くのにふさわしい人間はそうそういないって言ってたもん。うだうだ考えるのはやめよう。お母さん？これは幻覚？お母さん、なんでここにいるの？すごく会いたかった。こっちに来ないで！あなたはフォフォじゃない。私の娘なんかじゃない。あなたには、あの汚らわしいものがついてる。こっちに近づかないでちょうだい。妹は元気？あなたが近づかなければもっと元気になるわ。ごめんなさいフォフォ。私とお父さんはあなたを中央市に送り込むことしかできなかった。私たちのような親はいなかったと思ってちょうだい。あなたたちのことは覚えてる。
フォフォの尻尾燃えちゃった。フォフォの尻尾花火みたい。化け物、こっちに来ないで。かわいそうなふりか。そういうやつが一番嫌いなんだよ。尻尾を燃えたりしないのに、どっか行ってよ。化け物とは話さないもんね。早く行こう。私は化け物なんかじゃない。私どうすればいいの？尻尾どうしてここに。あなたはとっくに分かってる。今回私から離れちゃうのは尻尾なんだ。はあ？みんな私から離れてく。一体どうすればいいの？もう一人ぼっちは嫌だ。俺様は離れてねえだろ。もう何も聞きたくない。尻尾、あなたがいなくなるところなんて見たくない。お前本当に反乱か？それは西洋がお前の気持ちをかき乱してるだけだろ。シャキッとしやがれ。西洋の思い通りになるんじゃねえ。みんな離れていっちゃう。みんな離れていっちゃう。簡単な話だ。俺様が全員連れ戻してやる。私から離れていっちゃう。お前には怪異大事隊のお友達がいるじゃねえか。みんなここにはいないもん。お前には獣王士の先輩がいるじゃねえか。ここにはいないじゃん。お前には俺がいるじゃねえか。俺が全員連れてきてやる。こいつをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。フォフォ、ごめんなさい。お父さんとお母さんはもういないものだと思ってね。実の両親がここまで無情になれんのか。人間ってやつは。
つをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。なんでフォフォがそんなに注目されるんだ。僕が一番注目されるべきなのに。こうなったら孤立させてやる。クソガキの自己顕示欲はよくわかんねえな。食い殺してやろうか。おい、嫌がれ。俺様が全員連れ戻してやったぜ。何？何が戻ってきたの？フォーフォー、私の可愛い娘。お父さんもお母さんもあなたを一人にするべきじゃなかったわ。フォーフォー、ごめん。お前の尻尾が僕よりかっこいいから嫉妬してたんだ。フォフォ、そのかっこいい尻尾になりたくて最近は夢にまで見るの。一緒に遊んでくれる？おい、みんな尻尾が取り付いて力ずくで連れてきたんでしょ。戻ってきてなんかない。たくよ、なんであれ戻ってきてんだろうが。しっぽ、あなた幻覚じゃないの？本当のしっぽなの？本当のしっぽ戻ってきたんだ。今までどこに行ってたの？私てっきりあなたはもう死んだってか。本当に大変だったぜ。無数の断片にされちまって苦労してなんとかまた一つに戻ったんだ。お前と一緒にいた頃はずっと不幸な目に遭ってたんだから、少しくらい幸運が巡ってこなきゃおかしいだろ。本当は逃げるつもりだったけど、お前が心配でわざわざ確認しに戻ってきてやったんだ。この意気地なしが少しは進歩したのか。少しも進歩してないと思う。いや、それは過小評価しすぎだろう。これは進歩どころじゃねえ。あんな臆病だったやつが一人でこんな危険なことをするなんざ、むしろ大胆不敵になってんじゃねえか。お前は度胸じゃなくて脳みそが足りねえのかと思ったくらいだぜ。どうしようもなかったんだもん。フエンが私を騙してるのは分かってたけど、この機会を逃したらもう見つからないかもって思って。その話はやめろ。おい泣き虫、こいつらがお前から離れていったのは本当に俺様が原因なのか。離れればいい。私はもともと人付き合いが苦手だから、尻尾がいなくてもみんな離れていったと思う。お前がそう言うなら俺様も気にしねえからな。はあ、また大騒ぎを起こしたりしないようにやっぱり俺様が見といてやんねえと。そうだ、まだ面倒事が残ってたな。こそこそ隠れてる際よ、今すぐ出てきやがれ。逃げられると思ってんじゃねえぞ。誰でも大歓迎。
ありがとう。調子に乗らないで。悪い子ね。おやすみ。立ちなさい。私が守る。素晴らしい特さようなら。虫が隊長になったのか。すげえじゃねえか。ケナイフンさんがそう呼んでるだけだから。尻尾って本当にフォフォの尻尾だったんだね。ああ、何言ってんだ。フエンは尻尾がフォフォのそばに戻ったなんて思ってもない。これで半眼を人質にする計画は完全に失敗した。フォフォが目の前に現れたら、あいつの闘志もそげると思う。カーン様、水泳から緊急連絡が。沈黙した西洋に、また異変があったとのことです。フエンは尻尾がどこにいるかは知らなかったけど、人の注意をそらす方法は思いついてたみたい。実際は狡猾なやつだった。あいつよく人を駒、状況を棋局に例えていたけど、私たちうっかり追い詰められたみたい。ケーゲン将軍が先延ばしに従ってた終盤が前倒しになった。師匠、新作府に行って将軍様を呼んできてくれる。私たちは今すぐ水苑に戻って不縁に一曲付き合おう。取り返しのつかないことになる前に。あれ、ノロマナ重防止の半眼やっと来たんだ。おやおや、これはこれは尻尾様、また番犬に戻ったんだね。おめでとう。残念だけど、前回の教訓を得てお前を私の計画に組み込むことはやめたの。両元の最も強い断片でも余計な感情を持っちゃったらただのゴミでしかないからね。誰がゴミだって。中央市の陣がある以上、西洋は水苑から離れることはできない。あなたが得策だと思ってる一手は追い詰められた獣の悪あがきに過ぎないと思うけど。私はここを離れようなんて思ったことないけど。航路の中から目覚め、水苑に来た目的はただ一つ、ラフの将軍と戦うこと。お前たちの将軍は寛平の刑が好きみたいだから、それに合わせてお前たちのために計画を立て、西洋をここに集めさせ、私の力にしたってわけ。お前たち
ちのおかげで私は水炎に集められた西洋の力を吸収することができた。これで準備は整った。あとは将軍が来るのを待つだけ。その前に約束通りお前たち増兵を皆殺しにしてやる。誰でも大歓迎。準備。安心しろ。西洋には形がないが、形あるものに倒せないわけじゃねえ。フエンは無理してるだけだ。一度でも自分が精神的に負けたと思えば、どんなに強い西洋でもまた集約するのは難しい。それって両元と将軍の戦いの時と同じように、西洋が負ける定めを意識すれば形も崩れるってこと？そうだ。今あいつを本当の意味で潰せるのは一人しかいねえ。やっと来たんだ、ラフの将軍。ようやく私と対局する気になった？本営までたどり着けたら当時の戦いを再開する。一度言ったことは必ず守ろう。ただ前に言ったように、東行と良元、当時交戦した双方の力は互角だった。しかしこの対局においては最初から公平ではない。私の実力は君よりもずっと上だからな。規則厳守も互角も騎士がよく見る厳格だ。私が終盤の戦い方を教えてあげよう。誰でも大歓迎。呼吸するその感覚を。おやすみ。立ちなさい。これはド派手に行くよ。私が守る。お金があるなら見てって。お注射の時間よ。落ち着いて。これはどうだ。
平気よ。調子に乗らないで。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。この風情が全員死刑。悪い子ね。おやすみ。待ちなさい。これはどうだ。素晴らしい。さようなら。算しなさい。君の敗北は決まっている。落ち着いて。お注射の時間よ。これはどうだ。私は良言じゃなかった。私はただの暗い役立たずの火炎だった。果敢にも将軍に挑み、計略をもって対局するところまで持ち込んだ。これは役立たずにできることではないと思うが。勝ったくせにわざとらしく謙遜しないで。気持ち悪い。西洋一族が照らすのは人間自身の欲望だが、その鋭く強烈に燃える様は確かに壮麗だ。東行将軍も私もそのような相手を嘲笑ったりはしない。でも負けは負け。私は将軍と戦いたかっただけで、勝ち負けの結果を求めてたわけじゃないから。もう願いは叶った。次は。次に君を待っているのは永遠の懲罰だ。長生不滅の火炎にとって、自由を失い何もない虚空に囚われることは終わりを迎えることよりも恐ろしいだろう。不縁、これが君を待ち受ける運命だ。ああそう。でもそれが何。山々はいつか崩れ、海はいつか枯れる。西洋は待ち続ける。再び自由を取り戻せる日を。その日は必ず訪れる。泉州の将軍が存在する限り、私は泉州の将軍と戦い続ける。星が消える、その日までね。不縁の繊維は瓦解した。もう騒ぎを起こしたりはしないだろう。この件は解決したようだから、私もそろそろ行くとする。ああ、この数日は君に頼りっぱなしだった。恩に着る。この西洋は簡単に消えたりしないだろう。
十分な時間があれば逃げ出せる確率がどんなに低くともまた封印から逃れるに違いない。これは後の将軍の頭を悩ませることになりそうだ。この両元の断片はあと何人のラフの将軍と矛を交えることになるのだろうと考えると、一介の武人として少し羨ましくなる。西洋は君たちが手を焼くほどのものではないと思ったんだ。それに君たちはそれぞれ今回の事件から得たものがある。私が早々に手を出さなくてよかったと思わないか。今回の外出は公務ではないから作士たちには何も伝えていない。後のことは獣王氏が処理する。それが終わったらこの場にいる公職の者たちは皆相応の褒章を受けるだろう。もちろん君とケイナイフン殿もだ。ほら、ラフの将軍は礼儀を欠くようなことはしない。さて、これ以上長居はできないから私は先に行くとしよう。俺様と獣王氏が結んだ相互不可侵契約だ。うん、獣王氏の戒律でもやっぱり西洋の尻尾は暗眼の管理下にあるべきだって。だから尻尾のことは私に任せて。ふん、どっちが管理される側かはまだ分かんねえけどな。それに尻尾がいないと他の西洋が私をいじめてくるから尻尾がいた方が安心だしね。俺様がいるときは俺様がお前をいじめるからな。ともかくフエンのことは私に任せて、ラフ雑草についてはこれまでと同じように改変する必要がある。こっちはあなたたちに任せるね。それから西洋を速携帯蛇人に封印するのを忘れないように。わかりました。水炎っていつからこんな。練習人はみんな悪徳商人。獣王氏を手伝って妖魔退治したことを母さんに言ったんだ。なんて言ったの？私は剣隊武骨の天才元凶と互角で大西洋両元の断片とも戦ったって言ったの。なのに母さんは私が騒ぎを起こしたんだろうって。もしかしてわざと反対のことを言ってるのかな。西洋から選手を守るよりも大事なことがあるの？スーちゃんはすごいよ。寝てようと起きてようとラフで我らがスーちゃんより頼りになる人はいない。そうだ、ラフザストに今回のネタをどうやって書けばいいか一緒に考えてくれない？今回は大ニュースだからフォロワー数の増加もこの記事にかかってるんだ。ケイちゃんってフォロワー数を増やすことしか頭にないんだね。これが職業意識ってやつなの。この前と同じで今回もあんたに任せたからね、リスナー。
中央市の判官として西洋による被害を最小限に抑えるために連日努力してくれたことに感謝してる。取り逃がした西洋もいるかもしれないけど大した問題じゃない。もし取り逃した西洋がいたらそれも私たちに任せて。自画自賛するわけじゃないけど私たちがラフ・ザストに載せた内容はもうすごい話題になってるの。もし突然更新が途絶えたりしたらフォロワーのみんなに申し訳ないからさ。ケーナイフン。ケーナイフンさんに続けさせてあげてください。私も寝る前にラフ・ザストを見ないと眠れなくて。みんながそう言うなら私に更新を止めさせる権限はないし続けても構わないけど、でも安心して、獣王氏の仕事を増やしたりはしないから。Thank you.